ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は NEC から新型のタブレットが発表されましたのでご紹介したいと思います。このタブレットはキャリア向けのモデルではなく、店頭やネット通販などで一般販売されるモデルとなります。製品名としては、ラビータ V、型番が TE510/JAW という製品になります。まずはじめにスペックを紹介すると、次の表のようになります。CPU は Qualcomm の Snapdragon 450、RAM は 4GB で、ROM は 64GB。ディスプレイは10.1インチ、解像度は 1920×1200 ドット。カメラは背面のアウトカメラが800万画素、前面のインカメラは500万画素。バッテリーは 7000mAh で、OS は Android 8.1。そして価格ですが、税込み価格で約4万円となります。NEC が作ったタブレットで、このクラスの製品としては妥当な価格かと思います。CPU は Snapdragon 450ですので、Antutu のベンチマークで8万点に1回いかないかという程度のスペックになります。ですので、動画編集はもちろんのこと、重たいゲームをプレイするには力不足なところはありますが、一般的な用途であれば十分使いやすいモデルかと思います。特に現在販売されているミドルレンジのタブレットというのは、ストレージ容量が 32GB しかないものが多いんですが、この製品は 64GB 搭載されていますので、それなりにアプリやデータを保存することができて、この点も使いやすいかと思います。もちろん、マイクロ SD カードスロットもありますので、さらに容量を拡張することもできます。マイクロ SD 以外のインターフェースとしては、 USB 端子が Type-C になっているほか、イヤホン端子も搭載されています。Wi-Fi については802.11ac に対応していますので、ミドルレンジのタブレットとしてはスペックは充実しているかと思います。なお、この NEC の最新タブレット、ラビータ V TE510/JAW は現在 Amazon で予約がスタートしています。発売予定は1月24日ということですので、すぐに発売がスタートします。何か手頃なスペックのタブレットは欲しいけれど、ファーウェイの製品を購入するのはやや不安があるという方は、 NEC のこちらのタブレットを購入するのもいいかと思います。動画の概要欄の方に今回ご紹介したタブレット販売ページのリンクを貼っておきます。詳細なスペックなど気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。